友達が後から来る予定なので、某まるまるちゃんが来る予定なので、楽しみにしといてください。楽しみにしといてくださいもおかしいか。おでん、おでん食べたいな私。二択じゃん、みんなの中で多分二択だと思うのね。だってなって、そしたら前髪長すぎてやばいの。私最近だからメイクしてなかったから、してたわ前髪切りたね。でね、だから私ねんちゃん気がね、私今顎、そう、私顎触りがちだよね。割れてはないんですよ、全然ケツ顎ではないんですけど、そう、めっちゃ髪切ってきたの。ちょっと私さ、しかもさマジで最近茶色いんですよ。髪の毛が色落ちしすぎて、ブリーチしてないんだけど茶色すぎて、ちょっと暗くしたくなってきて。でね、私は今日モチベはここにあるからモチベここにいるんですよ。私ずっとね、ここ1週間ぐらいね。そうなので、友達が来る前に歌っとこうと思って何かしら久しぶりにカラオケ配信しようかなと思って、友達来るまで今モチベここにあるの。でも初めてうちわ買った、このなんか人が書いてあるうちわ、人生で初めて買いました。そう、ちょっと多分前髪この辺が気に食わんすぎて嫌なんじゃけど、定期出たなんかインテリアクターさんの定期で見る点ないんだって。見る点はそのカラオケにないんですよ。だから今日そう、見る点ちゃんの誕生日だから、そうあ、分かった、セリフセルフで流せばいいんだ私。そう、誰のうちわと、夏みんとミレタンそう、ハッピージャムジャム歌う、腰に手を当てお尻フリフリ、ちょっと待ってね、どうやったら見れるんだろう。私はちわこんちわこんちわとか言ってミミ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 ミルテジャム JO1 天才だね、最高。これ流れるのかな、流れる、ちょっと待って、みみ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 みこんなんだよね。今日なんか顔もダメだな行きまーす、はじめまして、私ミルテンテイマ、えへへ、名前呼んでください、ミルテンなんだかいろいろあって、いつの間にかなとこのご魔法が変えちゃうんです、ミルテンお金持ちな社長、それよりハッピーな場所連れて行ってもらおう、ジャカ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 、うさぎぴょん、ララ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 ラ、ジャカジャカかわいいね。これさ、耳かけた方がいいのかなどっちでもいいわっていう返答がすぐ来ると思うんですけど、いやこっちだな あれれちょっと、私しおりんて今ずるい、私のことも呼んで、しししししししおりんしししししし、
なんだうれましい、ちょっとなんかななてって名前にかえちゃおうかな。ななてななななななな、なな嫌なこと忘れて空を飛んだりしよう。幸せな空間へぐる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 じゃん。なな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 な、ななな、レッツレッツゴーレッツゴーレッツゴー、なな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 な、マイナアちゃん、レッツゴーレッツゴー。ただのオタク、今とりあえず友達来るまでただのオタクしてます。マイペースで行けばいい、前だけ向いて歩こう、魔法陣守ってあげるね。ていうかていうか見る点ってなんだ。あ、これ夜公演めっちゃ可愛かった。にゃん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 、IQ はゼロ以下で Love you, love you, love you。 にゃ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 、こうやってずっと、なんだっけ、 Love you, love you, love you。 シアさん、ありがとう、バラ、ありがとうございます。結婚してありがとうございます。イエイ、いいね、最高だね。で、そう、だからオシリンが、オシリン出ちゃった。バレたか、私さ、誰って言わんとこと思っとったのに。ああ。ねえ、今誰か言っちゃった。みんな聞いてないよね。みんな誰が来るか聞いてないよね。ねえ、みんな。ちょ、待って待って。シオリンかわいいよね、わかる。なみんな何も聞いてないよね、何も聞いてないね、みんな。ぶっちゃんありがとう。電波そう、ちょうどね、ちょっと通信悪かったよね。うん、大丈夫大丈夫。ありがとう、松ぼっくりさんもハートありがとうございます、ありがとう。ね、そうだ、何も聞いてないよね、そうだよね、うん、そうそうそう、そう、大丈夫大丈夫、別にバレたって何も悪いこと。じゃあ、だからじゃけんなんか歌おう、ちょっとじゃあリップ赤くしとく、ナチュラルなリップしか塗らないけど、濃くない？じゃあ何歌おうかな、何がいいですか、いいですか。あ、こっちの方がなんかリップ入るね、いい感じだ。何がいいですか、マリカットないもん。何がいい、今日なんで私さ、今日なんか声枯れてるんですよね。アクチュアリ絶対歌えない、まだ歌えないね私。あ、隠し事は苦手、別にバレたって悪いことじゃないから、どうせ分かる、後で分かることやけん。松ぼっくりさん、ハートたくさんありがとう。大騒ぎ天国、右から左後ろからフリフリみたいな、大騒ぎでしょ、ちょっと歌えないかもそれは。ゆういちろうさん、凍ったバラありがとうございます、ありがとう。恋夏祭り、あ、君がの方もしかして言ってたの、そっちの夏、どういう状況、そっち、君がいたな、今日なんか声カスカスなんですよね。
ちょり恋しちゃったんだ多分。レッツゴー。お尻まだいないよ。あ、タオルがない。さ、遠いとさ聞こえないのかな。ここだったら聞こえるのかな。どこだったら聞こえるんだろう。どうやったらさ、どうやって言ってたっけ。私さ、なんかさ前編み出してたよね、いい方法。なんかここにさ、どうにかやってなかったっけな。どうやってやってたと思う。こうだっけ。あ、こうじゃなかった。違う、こうやってやってなかったっけ私。あ、ほんま聞こえとる。こうやってたっけ。こうやってやってたら聞こえるんかな。こうやって、だからなんかさ、壁にしてないから、ちょっとしてるわ。おみちゃんやん。
え、こう、あれこれじゃないかな、全然違う、これでいいんかな、誰が歌ってんやと思った、私でした、私でございます、かまちです、ここでいいんじゃろうか、わからん、でも全然結局落ちちゃうんだけどじゃあ何にする、オチリンがまだ来ないか、あ、オチリンじゃないってば、だから誰か誰かまだわかんないけど、誰か友達が来るか、某誰々ちゃんが来るから、そう誰々が、誰ちゃん、そう、某誰誰ちゃんかが来る予定だからさ、さ、そう、何にしようもうダメだ私、ね、君はスパークルとかまだないし、とか歌ったらあんな、私 お下手だ、いいんですよね、この中に多分、聞こえる？ときめき見つめているだけ、それだけ、やばいよね、あ、マイク切れたちょっと待ってね、
松ぼっくりさんありがとう、ハート。よいちろうさんありがとう、音符ありがとう。福丹さんも音符ありがとう。ひながなキャスターさんも音符ありがとう。しっぽさん、サイリーム、ペンライト、ありがとう。どっちなんだろうね、これって正式な名称はどっちなんだろう。台湾よわらしさん、ありがとう。ゆういちろうさん、かわいい、ありがとう。つっちーさんも、ありがとう、音符。チュンチュンさん、あ、出た、おしりん支えたい。今日楽しみにしてるよ、多分おしりんが。また言っちゃった。ありがとう。ふくたんさん、ありがとう。松ぼっくりさん、ハートもたくさん。ありがとう。台湾よわらしさんもありがとう。ミャッヒーさんもありがとう。ツーさん、凍ったバラありがとう。光る棒だよ、適当。今ミラーボール来た、どうしよう。47の素敵なあの街。匿名性のなさ、名前呼ばない方がいい、みんなに。みんなの名前さ、呼ばない方がいい。みんな NG、 名前 NG ですか、もしかして。雷の呼吸一の方50 あ、そういうことね。でももうみんな名前は知ってるやん、おちりんのね。でおちりんかどうかわかんないよ、まだ。某きのちゃんが来るかもしれん、新キャラが来るかもしれんし、誰が来るかわからんやんな。あ、行っていいんでしょ。さあ、いつ来るかな。こんばんは、こんばんは。あ、事務所 NG ですか。じゃあもう一生呼びません。松ぼっくりさん、ありがとう。じゃあ次ネクスト何する。何でもいい、別にのゆみちゃんじゃなくてもいいよ。何でも、私が歌えるのならね。ポニーテールリボンキュール、これが好きなんでしょ。何がいい。探しても探しても見つからない。サブリミナル多くない、気のせい。ガッチャンさん、あ、ねえ、名前呼ばないって言ったのに呼んじゃった、ショック。ありがとうございます。あ、呼んでしもうた。あ、まるまるもりもりがいいですか。だって事務所 NG ってやったのに呼ばない。あ、青春アミーゴ、私歌えるよ。青春アミーゴとかあるのかな。一番なら歌えると思う。ちょっと探してみる、あるのかな。え、でも低いよね、声。小さい時ね、車でずっと歌ってた。ある。全然関係ないやん。いや、ショックっていうのは、だってもう呼ばないって言ったのに呼んじゃったから、ショックって意味ね。待って、絶対ない。やばい。なりひなたら。いけたか。ちょっとだった。なりひいた携帯電話、嫌な予感が胸をよぎる。冷静になれよ、ミアミーゴ。情けない助けてくれ。兵の奴らに追われてるんだ。もうダメかもしれない。アミーゴ、セリフはっけ。二人を裂くように電話が切れた。俺たちはいつでも二人で一つだった。地元じゃない、そうだろうし、俺たちは昔からこの街に憧れて信じて生きてきた。なぜだろう、思い出した景色は旅立つ日の綺麗な空。抱きしめて。
声低っ声低っ。2005年だって生まれてるやん、私余裕で生まれてるやん。カメタン、カメ、あ、カメナシくんタンかってこと。なんで知ってる、え、家でめっちゃかかっとったけん。そう、なんか私がなんか小さい時に聴いとった曲のすごいイメージが、青春アミーゴか粉雪か、花、オレンジレンジの花か、ロコローションか、一心伝心か、あの風の中のスバルか風の中のスバル多分違うんだけど、タイトル違うんだけど、リアルフェイス、リアルフェイスってなんだ、あ、3月9日ね。流れる季節のまな、あ、地上の星か、地上の星よでしょ、ラララルみたいなつ でもね、一心伝心は多分ね、もう歌えない。花なら歌えるよ、花びらのよう、でもちょっと恥ずかしいな。兄、朝が来ればトゥモロー、涙の跡も消えてって。よしさん、ありがとう、たくさんありがとう。ゆういちろうさん、ありがとう。つっちーさんもありがとう。かっちゃんさん、あ、さっき呼んだわ一緒だった。ゆういちろうさん、ありがとう。どうもどうも、僕らはつもう一心伝心ね、私覚えてる。なんかさ、すごい頭良さそうな名前だなって思ってたそう、なんか北里大学みたいなやつあるじゃん。だからすごいなんか頭良さそうなんかな、良さそうな名前だなってすごい思ってたんだ私前髪をちょっといじっとんじゃなくて、それで覚え、そういう覚え方をしてたってこと、私の中で印象がね。そうえ、そう、なんかその名前見た時にそう思ってなんか覚えてたいじってるんじゃないからサンタアナミチさん、ありがとうございます。え、キサ、キサタト、キサ、キサ、キサタ、キサタト、キサタ、キサタ、キサタ、キサ、キサ、キ、キ、キサタト、待って待って、キサタト大学はさん、頭良くないんですか。絶対頭いいよ。待って、北里大学は北里大学は頭よ、いいんじゃないの。私の中では頭いいと思ってるよ北里神奈川県にあるの。お疲れ、ありがとうございます。よし、言わなかった名前あ、恋空玉音いいね。好きだよと伝えればいいの、歌えるかな。カラオケに本当にずっと行きたいって言ってるよね。この曲あるあるなんだけどさ、恋音と雨空か恋空と雨音か分かんなくなるやつ、現象起きない、みんなあるある。え、そうだよね。トラブルメーカーってさ、なんだっけ、トラブルメーカーのサビ教えてよ、みんな。トラブルメーカー、トラブルメーカーってさ、名前は知ってるよ。サビが出てこ、サビっていうか A メロも出てこないんだけど。あ、そうなんだ。でもそうだよね、あれだよね、そうか、アイコンがそうだもんね。ピョン、ピョンズだあ、広い宇宙の風、あ、あゆ、あ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 ゆレディーか、完璧、すぐ忘れちゃう。じゃあこれと、はい、はい、来ないかな。好きだよと伝えればいいのに、願う先怖くて言えず、好きだよと好きだよが募っては溶けてく、君との時間が一秒でも長くなるならずっとじゃなくていい。これ何、どこ入ってる、かける恋をとと雨空、
デュエット誰かしようよ、デュエットデュエットし一緒に歌おう。君と離れてから数日、レノドシャフリの雨の中、こんな日は必ず傘を届けに行った。いつもの待ち合わせの場所、いるはずのない面影待つ、傘もささずずぶ濡れな君はそこにいた。かじかんだ手を温めることがもう一度できるなら、始まりの時まで戻りたい。好きだよと伝えればいいのに、願う先怖くて言えず、好きじゃない、好きだよが揺れる恋と雨空。君との時間が一秒でも長くなるならずっとじゃなくていい。雨が止むまでこのままいさせて、信じた明日も君は過去の笑うの流し去る力もなく、あの日のままで時間が止まる。雫が降ったす君の方法を伝う、絶えず止む雨のせいと恋音は歌う。はい、ここで終わらせときます歌えた、ラップ久しぶりだったけどいけた。おしまーいイエーイ。なにこの曲、彼氏欲しい歌なんですかこれイエーイ。日高町やっぱパチパチパチやった、ありがとうございます。ゆういちろうさんありがとう、りょうたくんありがとう、サイリウムありがとうイエーイ。なんか盛り上がる曲ない？盛り上がる曲、盛り上がる曲ない？みんな純恋歌はさ、なんだっけ、水蓮の花のようにって、うさぎ野郎とかやったことないけんあー、それ水蓮かなの、そうなの、うーん、じゃあいつも今まで歌ったことない歌にするね。今まで歌ったことない歌を歌ってみたいと思います。ちょっと前髪切りたいんだけど、レッツゴー。A メロとかないよね。どんどこ回るよハム太郎、感謝を回るよハム太郎、大好きなのはひまわりの種、回ると嬉しいハム太郎。あ、一緒これ、よかった、本当だどんどこ眠るよハム太郎、どこでも眠るよハム太郎、これにコールできる。ひまわりの種、やっぱり眠るよハム太郎。でもさ、俺もはどこのタイミングなの、みんな。俺もはどこのタイミングで、ハイセイはどこのタイミングなの。終わった。短かった。これどこのタイミングだったの？どこのタイミング、何これすごい、ずっとミラーボール回ってる、待って、ミラーボール回ってる、すごいいっぱい、なんさんありがとうだって今のうちになんかミラーボール、せーの、ハッピーハムハム何歌おう、何歌おう、何歌おう、
はい、せーの、ひまわりの種なの？え、ま、と男走るよハム太郎、隅行こう走るよハム太郎、大好きなのは、はい、せーの、ひ、あ、なるほどね、ひまわりの種、やっぱり走るよハム太郎。俺もはどこなの？大好きなのは俺もってこと？そういうこと合ってますか？あ、合ってる？どこ？どこ、どこ、どこにあれなの？どこに大好、俺もなの？俺もはどこ？わ、銀河鉄道39ね、踊ったの小学校3年生の時。あ、ん？大好きなのは、はい、せーの、ひまわりの種、俺も、どこどこ、チューチュートレイン、ひまわりの種、俺もで、はい、せーの、どこ、あれ、それはどこだ、それはどこなの？え、それはどこのタイム、わかんない、難しいね、みんなすご、みんなすごいや。キャリーオン一生す、次何にしますか、じゃあ、ね、髪の毛巻かなきゃよかったな今日、明日に忘れて。でもほら、やっぱりオタクっていう人、オタ、ん、オタクっていう人種だから、まあ何事に、そのコールとかなんかサイリウムとかは臨機応変に対応できるスキルがもう備わってるから大丈夫だ。肉フェス、お肉食べるフェスみたいな。絶対違う、絶対違う。何太郎、何太郎歌う次。じゃあなんかみんながさ、コメントじゃけんさ、わからんやんか。綿菓子ってなんじゃっけ、200曲、え、ち、何曲歌えるんじゃろ。でも乃木坂の曲だけ、乃木坂の曲がさ、多分ほ、あの18、9、20らへんぐらいまでほぼ歌えるから、それを考えたら結構あるよね、その時点で。あ、勇気 100% 歌えるよ、勇気 100% 歌える、絶対。もう何回見てきたってね。勇気 100% 歌いますね。全然ゼンマイ。この世をうんと楽しもう。お日様沈んでもお月様は出てくる。これは贅沢パラダイス、全然ダンダイ。今日もキリッと参ります。全然戦には向いてないけど、ここがわかんない。違う、一番しかだって番組で流れないから。あー、無理。ちゃんとあの、そこまでなら歌えるんですよ。あ、BGM として聞いてくれてた。ほんと。やばいじゃん、それは。あ、わからん人もおるかな、これ。人から全然。じゃあ、違う曲にしようって。じゃあ、ちゃんと勇気 100% 歌うって。あ、やばいやばい。何にしようかな。やっぱ勇気 100% だよね。夢の種、夢の種ってなんだろう。元
気ゼロ絶対絶対 100% なんよ。あ、まいちゃんあれってなんて名前、私あいまいまい張り切ってマイペース、たまの失敗はスパイスかもねでしょ、アニホヘとイロハクインテみたいな。またその固定コメントをしてるやん。タイトルが分かんないんだよね私。ミミか分かんないってば。名前は聞いたことある。何だろうね。いやでも伝える自信ないんだよね。ちょっと歌える自信ないけど歌ってみていい？夢の種 NIC どんな曲だろう？聞いたらわかるかも。稲妻チャレンジャー、へい、あ、ほんとか。え、歌い出しないんだけど、どうしよう。どんな曲だったっけ。どん底弱気をパンチパン、トンチを聞かせてサイリン、泥んこまみれが勇ましく光るぜ、貪欲チャレンジ精神、どんくらいめげずにファイティン、悔しい気持ちもパワーに変えようぜ、汗かきでそかき夢育ち、猫はマグマイナズラ、水だらけの雑草ザムラ、見た目おんぼろ中身終了はい終了、はい終了、はい終了。恥ずかしい、何やってんだ私、前髪切りたいって言ってんのに、なんで何を歌ってんだイエーイとてもいいと思う。評論家いるやん、湧いた、なんか湧いたみたいな曲ない、湧いた友達まだんかねん。ミラーボールありがとうございます。わいたーってな。じゃあ早く早く、だから友達が、もう誰々ちゃんが来るまで何がいい、みんな何にする？ふざけた曲じゃなくたっていいんだよ。あれなんかちょっといい感じやん、客観的に見てお似合いやん。あれね、某きのちゃんとねカラオケで歌いましたよ。ノリで入籍してみたらええやん、お似合いよ、それハッピーや、二人で一緒ずっと。なんてて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 高いんだよねあれね。白く光る雪薬指リングに言うと思ってた、 I need you
そうあるじゃん。だから何ビューモアフォーディスウィンター I can celebrate we can do るシャララきっとそうだ。違うわ、秘密にしてると違うわ。白く光る雪薬指リングに合うと思ってた。愛に一中君の笑顔大きな愛を添えたら Love you more and more this winter I can't say that without you 知らない
ったら一押し、誰が誰が。オフショアが夏のマドンナ。声が、声カスカスじゃないから、まだまだカラオケ、夜中にカラオケ歌ったらね、声カスカスになっちゃう。Oh darling、 ユッキーナがイコラブにいたらってこと。やば、それは絶対他の子だよ。ファンファーレ、ファンファーレって誰の曲だっけ。ファンファーレってなんか知ってるで。ファンファーレってさ、なんかあるよね。なんかあるよね。そりゃそうだよね。なんかあるよね。なんかあるよね。なんもないっけな。のどかぜ、のどかぜね。何がいいかな。お姫様にしてあるのかな。これでもさ、あれだもんね、あいうえお順だもんね。ないな、ないですね。ないない。トゥワイス、トゥワイスはあれなら知ってますよ。ティティトン、You make me feel special。テテ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 。終わったかいってしたのに、来たことで終了します。ごめんごめん、いらっしゃい。すごい急いでたんだから。お疲れ。お疲れた。おやすみ。え、最高。マジ。うん、え、美味しそう、美味しそう。見て、めっちゃ走ったからめっちゃ泡立て。え、これうちの。違う違う違う。いや、それ温めてないから、温めなきゃいけない。あ、全然大丈夫大丈夫。これ、これ、あれのだ。これ、まあ、あのね、さっき言っちゃったんだよ、私。言うつもりなかったのに。何を。誰が来るか喋っちゃった。そう、でもみんなまだ分かってない、聞いてないはず、予定なの、うん、そう、だから皆さん、誰だと思いますか。クイズです。さあ、この声を聞いて、あれ、もしかして、もしかしてこの声は、みたいな思ってますよね。そう、分かりますか、みんな。クイズだよ。きのちゃんね、きのちゃんかもしれないしね。あ、よせちゃん、うん、よせちゃんの可能性もあるね。あ、おみちゃんの可能性もあるね。あ、かりんの可能性も、誰でしょう、皆さん。あ、あれ誰でしょう。誰でしょうね。いや、正解は、はい、自己紹介。皆さん、こんばんは。声聞こえ。疲れてんの。お疲れ、お疲れ、ごめん、お疲れ。疲れてるから、うん、皆さん、こんばんは。おしりんです。いやー、恥ずかしいな。皆さん、実は正解、全然正解した人いなかったね。おしりんです。ほう、おしりんです。好きな球団お願いします、だって。もうバレてるよ。恥ずかしいね。なんだってって。何これ。結構美味しそうじゃない、生春巻き。え、いいやん。でも待って、カニカマ入って、違う違う違う、え、違う、なんか入ってんだけど。え、ちょっと待って、顔見せする。しない、今日メイクしないから。リップ塗っとるやん。え、リップだけ塗ったよ。え、チークはこれ、顔がピンクなだけ。え、走ってきたから。走ってきたん、自分家からね。あ、びっくりした。やばいと思って、自分ちから。お尻歌うの、だって。歌わないよ。好きな食べ物なんですか、だって。好きな食べ物、うん、なんだろう、なんでも。なんでも。好きな食べ物なんだろう、なんだろうね。何好き、何好き。え、なんだってさ、なんでも食べるやん。そう、なんでも食べる、もうマジなんでも。なんか
もうなんか食べ物から人間まで何でも食べるから言い方に語弊があるな。そう、ね、違う、そういうことじゃない。じゃあ私あの最近私たちの学校は見たんさ、うん、あ、あれゾンビ、ゾンビ、そうそうそう。なに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 、え、見つけた見つけた本当、うん、ちょっと笑っちゃうから、そうそうそう、やだ本当。ユッキーナ、ユッキーナなんもない。恥ずかしさが増すね。ウォシリンはもう雑食、雑食、雑食、雑食って言い方、何でも食べます。そう、ウォシリンはグールです。食べていい。ウォシリンとユッキーナでどっちがお酒強いの？圧倒的、圧倒的ウォシリンもう1億倍ウォシリンですね。ショートさんありがとうございます。おしりんコーヒー好きなのだって。え、あー好き。なんで急にコーヒー？知らない。なんで？分からん。好きだけど、なんで？なんで？朝で食べよう、うち人生初生春巻き。うんま？うん、え、ほんま美味しそう。東京温度知ってるん？うん、まこごめんごめんごめん、ヤクルトファンなら知ってるよそれ。あ、そうなん、ヤクルトのあれな、うん、おしりんカレピッピと順調って言われとるけどさ、なに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 、なに、そういうことかよそう、今から酒盛りやってお酒ないやんな。うん、なんて、お酒ないやんな。買ってくればよかった。いらんよ、うちも嫌だよ。いらん。あ、でもさ、この間、この間さ、そのこの間ですね、あのきのちゃんとおしりと3人で焼肉に行った時にね、あのお酒を飲んだんですよ。で、なんだっけ、なんだっけ、きのちゃん何頼んだんだっけ。緑茶。あ、そう、緑茶杯をきのちゃんが頼んだら、なんか飲んだ瞬間にやばいこれみたいになって、でなんかもう本当になんか緑茶どこみたいなやつが来てね、一口もらったけどやばかったよね。あれやばかった。うん、やばかったなになに。昨日はさ、ちょっと面白かったんだけど、ちょっと、あ、混ざ、いや混ざってた、混ざってた、混ぜても混ぜても、うん、もうね、やばかったの。緑茶入ってさ、焼酎と緑茶、うん、焼、もうほぼ焼酎みたいな、やばかったね。あれ一杯飲んだら絶対死ぬよね。てかもうあれ一杯飲んだら多分ね、何の味も多分分からんくなる。え、で、そうだから、さすがになんか濃すぎて作り直してもらってね。そしたらその後ね、緑茶だった。ほぼ緑茶来たね今度はねそう、うまこれ。食べるか喋るかはっきりしない。いいんだいいんだ、うん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 、何事故った、大事故が起きた。何、どうしたどうした、見て箸いる、え、欲しい。いいよ、ちょっと待って、待って、ティッシュな、その、でもその間繋いどいてな、ここティッシュ、ティッシュ、ここ繋いどいて、繋いどいて、無理だって、繋い、喋るだけでいいんだ、あーって言っとけば大丈夫。あーなんで待ってよ、喋っときって、はいはいはい、どうぞ。あー、どうも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 、繊細なゆ痛い。そう、今あのおちりちゃんはあのバイトから帰ってきたので、そう、ご飯タイム、私もご飯買ってきてくれたけど後で食べます。バイトの時なかったのに、はい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 、ちょっと待ってね、なんでバイトしてるん今日ほんまよ、オッケー。ちょっとね、それ思ったんよ思ったんね、思ったんだけど、おしりん顔出し出しないおしりん顔出しって来てるよ。今日ダメ、今日ダメ、もうしかも、しかもあのもうあのショールーム入れて新しめな人からビギナーついてるから今日ダメですよ、今日ダメ。もうそんな人がお願いされたらさ、出すしかなくない。イエーイ、今度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 カマチ顔隠し、はいはい、疲れてるからうち顔が
まあね、顔疲れてるね色ないもん顔ほんまに白だよ、マジで白すぎる、寒かったしね、白すぎる、何これ美味しくない、今日大変だった、いやもう大変だったけど、え、美味しくないの、ねえ、わかんない、これ何、え、先生大根じゃないの、え、違う、なんかビュー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 してる、え、春雨みたいな、春雨じゃないの、わかんない、え、じゃあ一口を大一口、うん、え、忙しかったっていうか忙しくなかったんだけど、うん、忙しくないのにあれだった、なんかダラ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 ね続いた、うん、めっちゃ一番嫌なやつ、待って、これ何だろう、え、でもなんかさ、麺、麺ね、変な麺、なんか麺、もし何のバイトしてんのだって、お店は言わなくていいよ、配達です、です、フォー、フォー、フォーは違うよね、細いもんね、なんだろう、なんか縮れ麺みたいな、白い縮れ麺みたいな感じ、バカ舌って言われたそう、だからあなたの家にももしかしたらおちりんが行ってるかもしれません、新聞配達だってこの時間に新聞配達おしりん就職先教えて、だっておしりん就職しません、しまへん、2人はこれからもずっともなのっていう質問来たよ、何ですかそれ、ずっともなのだって、どうおしりん、ずっともずっとも、ずっともだってみんなおしりんはまだ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 勉強したいらしいよ、何もう笑っちゃうんだけど、もう取りこぼしとらんけんうちどうしよう、ずっともとかあれやから、うちだって獲物気まみんや、なになになに、もうなんかうち笑いが止まんないんだけど、どうしよう、あ、やばい、違った、おしりん永久就職の予定は、だってどこに、そういう意味、そういう意味決まっとるそういう意味、うん、そういう意味、うん、ないねとか言いつつ、とか言いつつないね、ないねないから、マジでないからね、誰がおもろいんかなこれ見とって本当だよコパさんありがとうございます、ありがとう、あー面白いそう、フリーランス、フリーランスのおちりんです、何を聞かされて、それな、何を喋ってるの、さあみんな、じゃあおちりんに聞きたいことがある人挙手食事中のおしりんに質問タイム何何何ごめんはいごめんはい、なに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 、ちょっと待って、ちょっと待って、笑っちゃうからやめてほしい、やったやった、嬉しい嬉しい、すごいね、こんなこと言われることないね、面白い面白いね、面白い、寒かったあの時は、ユッキーノにこれはやめてほしいことあるだって、これ絶対わざって、もうこのさ、後ろが、後ろの時点で嘘やもん後ろの時点で嘘だって、出たねえ、あんなんこの食いもん、どっちがモテますかだって、どっちもモテない、間違いない間違いない、でもオシリンはなんかすごい、あの一定の場所にさ、すごい好かれない、あの一定の何言ってんの場所ってすごいイメージある、そのなんかそんなイメージ、おちりんの好きな男のタイプを教えてくださいだって、男性のタイプ、へえ、なんだろう、なんだと思う、うち自分でわかんないんだよね、え、でもさ、でもさ、そのさ、その推しとは違うわけじゃん、うん、推しとは違う、推しとガチのタイプはまた別でしょ、どう思う、うち、え、だって今までを見に行って、だって今まではさ、あれはタイプでいいの、タイプってことでいい、いや
やったらやったらクズな人好きになるよクズとか言っちゃいけないけど人のことはね。違うね違うね。じゃあクズを製造してるんだよ。あ、そうです、製造機だそうです。そうそうそう、はい、ダメを製造機だそうです。だからタイプは何だろう、ダメな人を好きになるみたいニートの素質ある人だよジャニーズだと誰が好きですかだってほしい。もうみんな知っとること知っとるのにわざと聞いてきてるよ。ジャニーズだと誰が好きですか、うん、まあ、それは推しだからねうん、うん、楽しいね楽しいね。なんかおしりん養ってくれるって。コマさんありがとう。何何どういうこと。うん、歌ってってことおしが、うん、私が一緒に、一緒に、一緒にさ、一緒にじゃあ後で歌おうよ。おしん食べたら一緒に歌う、一緒に順番に歌おう。なんかいや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 おしりんね歌うまいんですよ。わけがわからん。養ってくださいだって。全然いいですよいいってよかったね、紹介するね希望大歓迎でしょな、何が好きなんだろう、何が好きなの。カラオケのおちりんの18番なんだっけ、あれだ、私わかるよ。んおしりんが得意なやつ。最近カラオケしないから、ね、え、うちも行っとらんけど、全然行っとらんけど、おちりんと行くときにおちりんがよう歌やったのは、うん、あれよ、どれどれどれだよ。ね、待って、めっちゃ寒くてさ、なんか震えるんだけど。うち家入りだよ。あーの、あれなんだっけ、シリ、うん、と、あとなんかバラード。何歌ってた、うちウル歌ってた、違う、あ、ウルでも歌う、歌うときは歌うね。楽しかった。何が楽しかった。イエスタデイ、イエスタデイ、楽しかった楽しかったよ。あんたは本職や、誰ですか、私ですか。でも面白かったことが一個あってさじゃあさっきの美咲氏のさ、うん、違う違う違う、毒杯の話うんうん、からさ、じゃあ思い出したことがあって、あとで聞く、あとで聞く。ちょっとおもろかったんだよ、昨日もおもろかったね。そう、リアルの得意だけど、お尻はマジで歌姫ですね違う違う違う、あの違うな、もうバレてるからさ、あれなんだけど、量産の名前だからいいよねいいよね、カマチキのとかだったらやばいからね。待って、カマチキだったらさ、もう少なすぎるやん、うん、確かに、うん、あ、違うやん、なんだなんだ、違うよ。昨日デイヨだったのって聞かれてるよ。昨日何デイヨ、デイヨ、デイヨ、うん、何デイヨって、デートのこと。え、デートじゃないです、デートじゃない、デート、知らない、デートじゃないっしょデートではないね、デートではないかデートではないだろ。私はデートかなと思ってたけどねリーヨはつながりよなんよ。あれがデートだ、あれがデートだったら実家デートしてるいっぱいで、あ、じゃあこんばんは、こんばんは。破壊してきた、戦ですか、戦、戦、いや戦あー、パプリカが苦い。おちりんデート、デ、デーよしよう、デーよ、できたん、うん、私とデイヨしよう、そう、いいよ、しよう。結局だってさ、ご飯、私の誕生日ご飯行けてないもんそうだ、ずっと行けてないや、誕生、え、あの、こ、もう、こ、もう一個のさ、あの、行こうとしたった焼肉屋さん行こうよ、あの、食べ比べできるやつ言ったやん、私が。どれ、牛タンかなんかのやつ、うん、あー、いいよ、行きたい、いいよいいよいいよ、行こう、いいよ重い女って言われたんやけどメンヘラ、ガチキのメンヘラ、メンヘラ素質があるって言われたんですよ。どう思いますか皆さん。ずっと思ってたんだけど、うち、あ、本当にやばいじゃん、私どうしよう、開花するかもしんない、メンヘラ素質がだったら。メンヘラって言われました
ちょっと笑っちゃう、ねえ頑張って食べて。牛タン食べた食べた、なんか汚れとる。牛タン、牛タン食べたくない？食べた食べたっけ、 そこでは食べた。そうそうそう、うん、食べた食べた、ね、納得って言われた。え、なんかメンヘラって何？ね、メンヘラってどういう意味？メンヘラって例えば、例えばが分かんない。メンヘラって何か、ちょっとちょっと見て、ちょっと見て、今カメラ隠してる。ひどいひどいひどい。メンヘラって何か、前輪入れてない。あ、そうそう、監視する系とか、うん、なんだろう、あ、きのちゃんの元彼みたいな。え、待って、でもでもあれメンヘラ。え、じゃあ 女パターン、女、あれを女パターン、あれを、うん、要はカマチが彼氏にしたらメンヘラ、行かないで系がメンヘラとか、あとね、え、私そんな素質ある？病んじゃうとか。そんな、そ、病むのはだってみんな恋したらみんな病むやん多分。え、じゃあじゃあ、やみ方だ、やみ方。え、むずいむずい。え、え、じゃあ絶対違うって。え、絶対メンヘラなれる。え、なれる、 なってるわけではない。え、今はね。でも、でも多分、うん、ガチで彼氏できたら、うん、メンヘラなりそう。でも、なんか気持ち悪くなってきたみたいな。なんか急ぎんちゃくみたい。もうやばいよね。うん、え、メンヘラって何、そう、メンヘラって何ですか。だってさ、リスカスの人たちはメンヘラじゃないの。もうこれ飽きとるやん多分。素質ありだって。メンヘラって何、メンヘラって何、例えば、例えばどういう人、どういうあれ、身近でいたかな、マジで。既読する人刺されそうだって。うーん、うん、え、そのさ、嫉妬するとは違う、また別。え、めちゃ嫉妬するのも軽いメンヘラでしょ。そんなんやったら世の中全員メンヘラじゃない。メンヘラっていうか、うん、え、なんかその嫉妬して行動に移してきたらメンヘラだよ。たとえどういうこと、ね、なんかさ、勝手に嫉妬しとるだけじゃ別にさ、うん、そんなのさいいんだけど、うん、嫉妬して女の子のなんか女の方になんかするとか。あ、待って、あれ、あれみたいな、あのきのちゃんの友達の、の友達の友達の彼女みたいな。誰のこと言っとるんそれ。待って待って、わからんわからん、友達の彼女。え、じゃあうちらは知らん人たち言って、あの話したやん。あ、忘れとるわ。ちょっとね、めっちゃ忘れてるわ。一生懸命思い出しとるけど忘れてるわ。あの地元の話、きのちゃんの地元の話。そう、そんな話してた、してたしてた。本当のメンヘラは多分違うやん。なんかそのメンヘラって多分ガチのメンヘラ、多分リスカとかしちゃうやつでしょ。え、まあまあまあ、ね、でもそれってさ、メンヘラかな。メンヘラ、心の健康に悩んでいる人たち、精神的に不安定な人や心に病みかかる人はメンヘラらしい。こっちでこっちでこっちでって言いなよ。ちょっと待って、ごめん先生さん、ありがとうございます。待って待って、りょうたくんありがとうございます。らしいです。え、ユッキーナはどう、メンヘラ素質があるってやつだけ、まだわかんない。え、どういうこと、どういう状態。あ、離れられなくなる人も多分メンヘラだよ、その人から。あ、でもそれは単なる依存か。でも依存とメンヘラもまた違うん。でも紙一重だよな、そこ。紙むずいむずい、一緒じゃ、ほぼ一緒じゃん。ほぼ一緒だ、ほぼ一緒。なんか重なっとるんじゃろ、こうやって円がさ、こう勝つ、勝つまたはみたいなさ。何、あ、それは私だってない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 のか。ああ、そういうことね。私は絶対ないな。素質はありまくりかもってさ、やばいんだけど、私推しの人に言われると結構ショックなんだけど。絶対あるってマジで。え、多分ね、本気で好きになった人はね、え、やばい、めっちゃありそう、めっちゃありそう。怖い怖い、そんな
そんなにまだ出会ってないだけ、その本気で好きな人に。なんで出会ったらメンヘラ、出会ったらメンヘラになっちゃうってこと。やば、みんなだそうです。私はいだそうです。怖い怖い。え、わかんないわかんない。めっちゃそんなこんなひどい感じある。でもいるんじゃない。アレックスさんありがとうございます。え、でもチラの周りにはいないよね、メンヘラ。え、そんなねえねえどこにいる、何してるのみたいな、そんななんか怖、なんかそんななんか早く教えなさいよ、扱うの絶対。あの後で食べる、後で食べる、うん。そう、私食事シーン NG だからさ。あー、そういう系アイドル、そういう系、そう。極度のかまってちゃんであることが多く、これさ絶対名字のせいやん。私 GPS アプリ絶対いるんだ。私だって自分が全理入れてないんです。全理入れてる？入れてない。え、なんか入れられそうになったけど嫌だっつった。だってキモくね、ゼンリーで毎回見られるの。え、でもさ、なんかゼンリーがさ趣味な人たちいるくない？もうなんかゼンリーをずっともう空いた時間、例えば今だったらさ TikTok 見るとかじゃなくて、空いた時間ゼンリー見てるみたいな。え、でもさ、そういう人たちはさあれなんじゃない、なんかさ共に行動をしとる人たちでさ、うん、見合っとるからいいんじゃない別に。あ、そうか、こいつここにいるわみたいな。カマチョはカマチョだって。カマチョなのは間違いないね、自信ある。そう、寒い。え、うちは絶対だ。何が？え、ゼンリー？自分ちないし。私もさ、なんかゼンリー嫌だな。別に怪しいことはないけど。友達同士でゼンリーしてる子は多い。で、ほんとごめんなさいね、このこっちの空気感でさ進めてしまって、すいません。お尻に期待、お尻にね、もう珍しいし、ほらもうあと1ヶ月で私とお尻にさバイバイしちゃうからさ、たまにしか会えなくなっちゃうからさ、聞きたいこと聞いときね、みんな。今の服装なんですか？だって、うち、うん、これさ、なんかさ、ま、なんか気に入って買ったみたいな言ってなかった？あ、そう、気に入って買ったっつって、うん、袖に染み付けてこの間頑張って落とした。あ、そうだ、落ちた？っていうぐらいお気に入りね。そう、何、今日また染み付けそうになった。危ない、やばかった、マジ。可愛いもんな、これ。可愛いよね、これ。可愛いんだけどさ、うん、なんかダルダルなった、ここが。ちょっと、ね、あれ貸して、ないないね、全然ダメじゃん。ないどれが、どれがあれなの、どれがいけるの、これならいけるが。いけるよ。ちょっと皆さん待っててくださいね。ない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 、あ、どういう服装かって話。うん、って何する、何する、ね、何をする、これ、ね、何をするつもりだ。はい、何をうちの顔が死んでる。大丈夫、これすごい、あのすごい顎グッてなってたからね。すごく顎グッてなってたから。見てもらえんだけど、あげといて、あげといて、うん、なんでやねん。それよ。やばかった、今顎がグッてなってた。顔出し準備中、顔出し準備中ではない。かまちゃんは、かまちゃんはまあ、あの引っ越しはするんですけど、場所は NG です、内緒。お尻はね、免許持ってますよ。まあ海外かもしれないし、なんかどっかの星かもしれないし、そう、場所は言いません。どこに行くとか、どこでとかは言いません。へい、へい、そん、服
袋かぶれば袋何の袋そう、宇宙人と仲良くなっちゃうかもしれない、もしかしたらね。そう、あ、引っ越しの準備もしなきゃいけないしさ、いろいろしなきゃいけない、やばいよそれな。だから電子レンジ電子レンジ、あ、でじゃ電子レンジ、あ、電子レンジ、な、何を、違う、じゃこれじゃが、これじゃが、じゃあこれね、そうそうそう、どうしようかね、もらってや、もらってや、もらって、あったってさ2年だけやん。え、迷ってんだよ。じゃあなんかさ1万でさフレーム買えるからさ買おうかなって。いや受け取ってや、こっちめんどくさいもん箱も手伝うけん。あ、違う違う違う、うちのあれにあげるよ。じゃあこれベッドフレーム欲しいっつったの。いや、いるんじゃない。え、引っ越すの引っ越さないよ、あの人置く場所ないやん、あの家。置く場所ないかないやろ。マジ買いたい自分で。しかもフレームだけだろ。うん、まあ、ま、マットレス曲げる。グッチマットレス、マットレスさ、マットレスごついんだよね。え、ごついのが欲しい。そうで、だからちょっとでかすぎるけん新しく買いたいけん。ねえ、なんかそれ言われたら迷うやん。もらってえやで電子レンジは電子レンジね、いらないわ。だってさ、つけてくれるって言うんだもん。あ、結局つけることにした、うん、そう、つけることにした。あ、そうな、結局さ配信などでよくないですかってこの話で全然いい、大丈夫大丈夫大丈夫そうなん、うん、え、つける方にしたん。だってそしたらさ、総額高くならん。そんなことない。どういうこと総額。結局あと2年住んだらさ、でみ月々かかるんじゃないん。もうタダでつくん。月々かかる、じゃあ、うん、月々かかるってあれだよ、なんか月々固定の金額かかって、うん、なんかなんていうん、なんかその何でも選んでいい。あ、言っとったな。そう、次 A の選ぶってこと、うん、上限ギリギリの A のやつ。なるほどねそう、プライベート、そう、すいませんね、あの私たちね、もう3月になっちゃうんでね。そう、この間電気屋行ったらね、意外にね、え、上限もう聞いたん。聞いてないけど、うん、だってさ、まずさ、うん、それその月々いくらかけるさ24するじゃん、うん、2年だから、うんうん、で大体わかるじゃん、うん、意外にギリギリだわ。意外になんかね、あんまない、あんまない。え、そうなの。なんか3点セットで、あ、そっかそっか、冷蔵庫と洗濯機と、そう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 よかったやん、うちのキャラあげるけん今の髪型一番好き。うち今日失敗したなって思ったんだけど、暇だから向いたけど、私はストレートが楽ですね。ストレートが外はんね。誰か私のお家の電子レンジいりますか誰かあ、ピアス気をつけてない。誰か電子レンジいりますジモティって何？ジモティ使ったことない。いらないって言われた。電子レンジいらないって言われた。でも電子レンジ壊れかけなんですよ壊れてないけど全然つくんですけど、なんかたまにゴーっとする。サイン付きなら欲しい。だって何年4年間ぐらい。それそう、サイン書いたら受け取ってくれるらしい。やったじゃんやったやった、嬉しいな嬉しいね。寒かったなんで来た。何も来てない。でも既得ついた。あ、お尻のサインがいって。お尻のサイン、うん、お尻にサインないんですけど冷蔵庫はあるけど、冷蔵庫はなんかまだ使えるなって。冷蔵庫持ってくるでしょ。うん、でも新しい欲しいけど、そこまで欲張ってたらさ、お金なくなっちゃうやん。相手がどこで働くとか言ったの。うん、場所やってないよ。場所は NG だよ、みんな特定しないで特定しないでね。
ね、冷蔵庫ね、冷凍庫大きいやつがいい。どういうの？だから冷凍庫が幅があるやつがいいな。私業務スーパーとかでさ買うからさ。わかるね。そう、なんかさ、なんか冷凍パスタとかを買うんじゃなくて、じゃガチで料理しやすいやつを買うみたいな。そう、洗濯機、ね、洗濯機新しいの欲しい。洗濯機新しいの欲しい。てかさ、うん、洗濯機マジでなんだわ、5キロ以上入るやつがいい。え、入らんの？うち3点なんで。え、あの家か。え、あの今の家。え、じゃ今の家についてる家電ガチしょぼいからさ。あれな、あれ3.7で。え、じゃけんいつも山積みなん。え、そう、 3.7 で冷蔵庫も、うん、マジこんなちっちゃい。あ、そんなちっちゃかったんや。めっちゃちっちゃい、めっちゃちっちゃい。ガチで一人暮らしようみたいな。あ、そうなんじゃ。え、だから、うん、もう今度からもういいのかも。野菜室ってさ、あれでしょ、下バーシャル室みたいなやつ。ば、うん、ね、大きいさ、なんかさ、あれじゃないと無理だよね。ないよね、ガチの野菜室みたいなやつはさ。わかる、本当に家族用のあれみたいな。え、それ前見てきたらね、もう10万は軽く超えるよ。値切るんだよ、家電屋さんは。10万超えてた。それ買ってくれたら最高なんだけど。私の冷蔵庫あげる、だって絶対に大変、運ぶんだ。なに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 、本当に。え、ってことはさ、そで、ってことはちょっと貸してね。あ、びっくりした。すいません、皆さん楽しんで、すいません、私とおしりに2人なの久しぶりなんですよ。ちょっとテンションが上がりに舞い上がりに舞い上がっちゃって。こまめに洗濯してますよ。今日も洗濯物干しました。あ、干したで取り込んだ。あ、保存が全然違う。なるほどね。ねえ、売らないでよ、人のこと。しゃあないやろ。いきなり自前で洗濯？あ、手で洗濯はしないんですよ。ちゃんと洗濯機に任せて洗濯してます。あ、待って、電気消しちゃった。で、めっちゃ暗い、電気消したら。あ、ライトって偉大だね。面白い。洗濯は干しても握手は干しません。あ、私、ね、私のさ、握手券余ってるやつってさ、いつか振り返りできないかな。柔軟剤は、なんだっけな、なんかね、バズってたやつです。で、おしり、何、おしりと何歌うっけ、いつも。デュエット、いつ歌うんやって、歌ってほしいってさ。ん？歌ってほしいって。何、歌ってほしい？ N さん、ありがとうございます。うん。歌ってほしいって。何がいいんでしょう。何が好き？何がいいんでしょう。何がいいですか？二人で青春アミーゴだって。で二人で青春アミーゴ。二人で青春アミーゴ歌えと。さっき歌った青春アミーゴ。スノードーム、なんだそれは。おしりん顔出しってきたよ。NG です。じゃあ別日。え、別日だったらありなの？マスク越し、マスクつけてない。あ、すごいやん、優しい。だってみんな、そしたら早く出せって言われるよ。別日ね、今日だってうちすっぴんだもん。はい、ダメです。かわいいよ。だってバイト後だもん。まあ、バイト後は無理よ、うん、疲れてる。ね、わかる。マジバイト疲れたし。まるまるもりもりは歌える？歌えるね。一緒に歌おう。恥ずかしい。ここに、ここが、これがさ、マイクじゃけん。どれマイク？これ。だから順番に歌おう。え、福くんとさ、まなちゃんってパートあったっけ？あるんじゃない？あったよな。順番に歌えばいいか。順番ってマジ何？順番って。寒いんだけど。
寒い。嘘、暖房つけとるよ。なんか寒くないんかな、なんだろう、震えるマジ。あでもさ、で外に寄ったりとかしたら体が冷えてさ、お風呂入っとらんとさ温まらんよね。ずっとうちもいつも一見外で撮ったら一回お風呂入らんともうダメ。はいはいはい、こっちに来て、はいはいはい、近く来て、ここまで来て、映らんけん。はい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 、なんかはめればいいの？はめなくても大丈夫。あでもはめた方がいいね。はめた方がいい。でマイクそこだからね。そうこっちにした方がいいかも。え？あでもそうしちゃう。どっちでもいいや。あこっちこっちか。じゃあ。そうだからでもあれなんだよ。そう電話しよう。オッケー。はい。オシここマイクだからオシリンが打ったことなんだけどね。あーねえ。検索して。ここ画面だって映っワンちゃん映っちゃ危ないから。見れた、うん、ここ私しか映ってない。ここまでだったら大丈夫なんだけど。えマジこれうち一人で歌うの？すごい嫌なんだけど。すごい嫌なんだけど。大丈夫大丈夫。一回歌ってみよう。じゃ曲変えよ曲。そう曲変えよ。わかった。まるまるモリモリアウトだ。恥ずかしくなっちゃうこっちは。何がいい？なんでもいい。何がいい。何でもよくはないか。何が好き。え何がある。あ、ちょっと待って。何なんだっけな。えないかな。ないかも。何する。あ、オッケーオッケー待って。うん、ちょっと待ってくださいね皆さん。でこれならいけるでしょ。でこれならいける。どれどれ。ちょっと待って、はいはい、一瞬待って。でこれ、はいはいはい。いいよ。検索して。一回検索させて。いいよ。さすがに歌えるけど。こっちで聞いとこ。歌詞出た？いい？こっちバージョン。いい？いいよ。いきまーす。待って、ちょっと。やりたいことやったもん勝ち。青春なら辛い時はいつだってそばにいるから。夢はでかくなけりゃつまらないだろう。胸を叩いて冒険しよう。爆発。私が口爆してるみたい。
イエーイエーうまいってさ、よかったね。え、よかったよかった。違う、よかった。何歌いたい？そんな、そんな真面目に歌ってないんだけど、あ、よかったです。感動したって言われてる。アンコール、アンコールって来てるよ。アンコール？うん、何？アンコール？え、好きなの歌ってもいいよ。だから、好きなのって何？おしりの、別に推しの曲を歌ってもいいんだよ。推しの曲？いいよ、歌っても。推しの曲なのか。推しの曲、推しの曲か。一番有名なやつ歌えばいいんじゃない？一番有名なやついく？あるんじゃない？だからそれやるんならありそうだよね。ありますよ。どれ行こうとしてる？お、あ、すいません。一応ね。じゃあ、おしりんの推しの曲を流したいと思います。そうですね。私はなりきります。はい、なりきってください。憑依させます。誰を？全員、全員下ろす。レッツゴー。待って、どこから始まるの？君は死んでやがなペンシャフォー。弱りよりパワーに広い。どんな時もきっとそばで眩しいその笑顔。いつになっても僕は君を守り続ける。 I wanna be a sunshine to bless my heart so much. I wanna be a sunshine always makes me happy. 11時間近くの海は街並みにまださよ全然早すぎるのに。割とも元気してそんなのちゃんと分かってるってだけどやっぱり切なくと消したくない。次会える約束もそこそこに駆け出す人長い階段駆け上がって津波に行ける。君は死んでやがまってちゃった言われように周りの日いつになってもいつになっても隣でその笑顔を見せて。やがて死んでやがまほうが溶ける日が来たって。いつになってもいつになっても僕は君を守り続ける。 I wanna be your sunshine because you're my sunshine。はいはいはい。おじすごい顔芸しとったんずっと。あ、そうなん。楽しそうで何より。楽しかった。すごく恥ずかしいです。私はもう下ろしとったから。あ、下ろしとった。全員下ろした。全員下ろした。もうレインボーから。マジで早っ。なんこのなんかすごい。ちゃんと歌ってくる。優しいやん。うん、ちゃんとちゃんと歌った。優しいね。ちゃんと歌いましたよ。なんでこんなん声入ってるわ。ただノリノリで歌ってた。私歌ってた。口パクシェラーだった。ミヤヒーさんありがとうございます。ありがとう。たくさんキラキラ星さんありがとうございます。うま、ありがとうございます。寒い。次はユッキーナだって。ほら次はユッキーナ。何がいい、何がいいか、うん、さっきいろいろ歌ったけど、でもあんまなんかみんなが知ってるかも。アイドル系が多いかな。どっち？女？女女女女女よ。女よ。ロケットや。ロケットやだったね。いいんじゃない ？I'm a rocket to be good。いいんじゃない？ロケットや一緒にだ。順番に。いいけど。いいですけど。
燃える光の果て遠く飛ばすか誰も追いつけない、ここは俺のステージ、助感を信じていこうわ、今日は俺がコーチ、スペースから乗り込むコーピー、高まる鼓動を進め恐れては先はない、目指せ無限に広がる世界、見つけるセロナイ限界を超えてこのまま Just drive it day off ロケットレンジ I'm a rocket 飛び込め月に父チェキこのギャラクシー俺アジト何何ちょっとお待ちを、もっと早く突き抜けて No gravity 光栄かもらい、俺がロケティロケティ、おおおおイエーおおおおおどうしたん、あやばい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 、あーアウトのやつが来た、ちょっとお待ちを、少々お待ちを皆さん何がいい何がいい何がいい、ゆきなちゃん一人ですよ、どういうこと、ゆきなちゃん一人、うん、走り出せ走り出せでしょ、ハピネスはねロケットやうちら完璧やもんね何がいいですか皆さん、わかんディッシュディッシュわかんない、え、言う、でも聞いたことあるよ、名前は知ってるけど歌えない、そうなんだよ、卒業ソング、全然聞いたことあるんだけど、卒業ソングってなんじゃろうああれは4、あれ歌う441、みわなんだっけ、441うちがいつも歌うやつ、なんだっけ、時間が経って色褪せたんだ、あーあーはい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 、これね、みんながそうだよ、これそうだよ、みんながね、いつも歌ってって言ってくれるんさ、あ、なに、うわー、もういけるかな、私 J 音楽で歌ってたんだよね、え、撮ってた見た見た見た、頑張ったえ、え、匠が頑張ってるっていうもうコメントがブワーだったよ、あの時、いや、どっちもすごい、全員すごい、もう素晴らしいね、でもさ、お前そんなんどうでもよくてオタクただのオタクやん、そんなんどうでもよくて、うん、どうですか、うわ、それちょっと、あの、あ、待って、ちょっと貸して、間違えた伝わる伝わるえ、とりあえず、とりあえずこれでいい、これでいい、これ歌って、これ歌うね、どれ、じゃあこれ歌いまーす、ん、いや、この曲やばい、久しぶりすぎてやばい、歌えないか、時間が経って色褪せたって取り戻したいよ、あの時の笑顔忘れかけてしまったの、今も一度ずれたチューニング合わせるように、ねえもっとドキドキさせてよ、愛を感じた、
あの時の笑顔忘れかけてしまったの。音外しちゃうから。今もう一度ずれた自分に合わせるように、二人の想い一つにして奏でた441。なんかさ、コメント流れてないとさ、なんかさ、これ止まってるんかなってさ、不安でさ、大丈夫でした？聞こえてました？聞き惚れてたね。聞こえてた？大丈夫ですか、これ？あ、よかった。どうする？いつまでする？いつでも。11時半ぐらい？あとちょっとやん。いつでも大丈夫。あ、本当よかった。聞き入ってくれてありがとうございます。すいません、なんか。ありがとう。チュンチュンさん、あ、ね、お、見た、来たよ、お尻支えたい、ほら、ん、見て、お尻を支えたい、見て、これ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 、ほら、見て、はい、ありがとうございます、言って、あ、ありがとうございます、名前呼んで、お尻支えたいチュンチュンさんね、これ、お尻支えたいチュンチュンさん、うん、ありがとうございます、もっと、もっと元気に、ありがとうございます、やりのせい、ゼロ回、はい、レッツゴー、で、ハートありがとうございます、で、ハートありがとうございますってやって、うん、画面に手をね、キュッキュッてしてあげて、うん、お尻を支えたいチュンチュンさん、ハートありがとうございます、イエーイありがとうございます、ありがとうございます。福田さん、ありがとうございます。ミヤヒーさん、ハートありがとうございます。めんどくせえだって。何時ま、皆さん何時までがいいですか？綺麗な手ですね。だって、だ、綺麗な手ですね。だって。おかしいやん絶対。朝までは無理です。まあ12時でも大丈夫。今日はね。あ、面白い。もうお尻がね、横でね、ずっと笑かしてくるのさ、みんな。笑かしてくるのさ。そう、めずっとずっと笑かしてくるの。初めて聞いた言い方なんだけど、笑かしてくるのさ。台湾よらしさん、ありがとうございます。え、そう、なんかずっとお尻がなんか変顔してくるし、なんかずっと笑かしてくる。ひーこそうだって。じゃあひー過ぎる1秒前に切る。あ、じゃあ一緒にハッピーに、ハッピーニューイヤーするってこと？ハッピーニューイヤー、うん、日付こそイコールうち的にハッピーニューイヤー、あー、らしいです。そう、ハッピーニューデイだろ。うん、ハッピーニューデイだ。いや、もう何、ニューイヤーでいいのよ。毎日が素晴らしい、毎日がエブリデイだからさ。意味がわからない。もう私のファンの人じゃ、もうこれ聞き慣れてる。ケンさん、ありがとうございます。タコさん、なんだっけ、ブランニューデイ、あたしだらららみたいな、あるよね。そういやさ、そういやさ、そういやさ。そういうことじゃなかった。なんだっけ、なんだっけ、そういやさ、そういやさ、ズン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 、か、あ、変顔する。あ、違う、弱いね、なんだっけ、弱いね、弱いてる、ずっとこれ。なんだっけ、なんだっけ、弱いねー、弱い、じゃあそれは一方前向き、やめときますね。弱いねー、弱いねは何、なんだっけ、え、弱いねー、入っている、入っている、入っている、薄っぺらい人間です、薄っぺらい人間です。一歩前に出るのはやめときます、体がないからさ、ないからさ、おお、そう、そういやさ、そういやさ、でん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 、ちんか、違うの。なんでずっと、なんでずっと手パーパーな。ちょっと調べて、調べてよ。ちょっと待って。え、待って待って。なんか TikTok めっちゃ見る人いないんですかね。え、でもさ、ずっとずっと手こんなんだったっけ。よ、なんだっけ。ちょっとお待ちを。え、でもさ、じゃあ、じゃあなんかベロ出さんかった。なんかウインクして、なんかうちウインクできんけどさ。ね。
待って、待って、待って、グーグーパー、グーパーパー、ジュンジュン、デ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 ン、はい、新しいです。もし47歌えるよ、なんで余裕でな。47の、はい、歌えますよ。大統領、大統領は、大統領、大統領になったらね。じゃあ一回見とこ。捕まえるね、濡れずたおれ。え、今日ずれてんだけど。だだだ、大統領になったら、あ、違う違う、大統領になったらね、まずは君を捕まえるね、濡れたタオルね。あ、じゃあ、タオルね、洗いざらい吐かせるね。誰ですか、あの女。何ですか、そうですか、ロマンスの不祥事逃がさない、消してあげる。ルル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 ル、裏でやってくれませんって。何、あ、全然全然。これね、あのね、セルフでお願いしてんの、一回見ててね。いくよ。何セルフって。え、これはもう私はもうでき、自分ここでショールームでできないから、はい、あのファンの人に任せてるんだけど、うん、いくよ。根元を好きになって洗いたいの、頭の中を勝手に多分拡大してくれてる予定。なんだっけ、ただいま、ああ。そう、これはねファンの人に任せてる、多分拡大されてる。あ、しないの、誰もしてくれないの、嘘。何が流行りなんですか今。今何があれだよ、このやつ、ダンス、このやつ、このやつで、出てね、ダンスでの足こうパタパタするやつやん。あ、あたいの足をさ、見せらせやー、見せらせや、見さらせやー、見さらせやーか、見さらせやーのやつ、見さらせやー、ダンスのパンクでテンテルテンテルテンテルテン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 、ファッキー、なんていう、ファッキーあれだ。知ってますか、あとこのエロいやつだろ、エロい。あ、出た出た出た、これ何、バンバンザイ。あー、でもこれなんだろう、何のあれか分かんない。知ってますか皆さん、ダーリンダンスって何、ダーリンダンスって、ダーリンダンスって何、ダーリンダンスって何ですか。あ、これ見たことある、なんかチャンチャンってれ、これ何の、知らない。何ので、何ですか、ダーリンダンス、ダーリンダンスは何、え、な、マジダーリンダンス何ですか、ほんとガチ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 、何ですか、ダーリンダンスで検索して、あ、ダーリンダンス、あ、そういうこと、うん、だ、え、違う、誰、すげえ岡山県産ってやつが出てきてるんだけど。今ね思った。あ、おっと、ダーリンダンス、何、 ER 算数ってのが流れてくる、だって ER 算数、 ER 算数ってあれじゃん、スノだよ。え、知らん知らん知らん、え、知らないよ、え、知らん、スノの新曲だよ。何のやつ、あ、あ、これ、これわかるよ、これわかるよ。あ、ははあ、これめっちゃ見る見る見る、これダーリンダンスらしい、これ。うん、くんなくんな。イール算数、イール算数ってやつでしょ。俺の完成した。待って、マジ初めて聞いた。算数ってやつ。俺の完成スター性、賛成スター性、スター性の未知なる算数な、何その曲。今度おそ松さんやるから実写で、それのあの主題歌ってこと、マジで知らんかった。え、めっちゃ今 TikTok でうちめっちゃ流れてくるっていうか、多分うちがめっちゃ見てるからだと思うけど。あ、そういうことか、ちょっとお待ち、多分実況する出てくる気がする。それさ、もともとある曲のカバーとかってこと。え、わかんない、え、もともとある曲のカバーではないと思う、ではない、作ってくれたらしいけど。へえ。曖昧3センチって何ですか。私あれは知ってますよ、これ知ってますか。愛しい君のこと、すべてが仕草、指先、髪、声、全部キラキラ、好きすぎて違う違う、耐えられない、いいねしてないのか、と君の存在やられたらなぁ。そうそう、これ何何、ブラザービートだ、思い出した、これこれこれ、
全部えフルサイズ歌ったらしい。フルサイズ長すぎる。フルサイズはちょっと待って待って待って早く始まんねえかついていけないね。難ピーです。そういやさ言いたかったこと、うん、何何今日スノめっちゃ流れたバイト先で。分かったやん。おかしいんだよ流れるはずないんだよ。なんでいつも有線だから。有線じゃ流れないんだ。えなんかね iTunes の有線だからさ流れないはずだったのに、なんでかしらけど流れてさめっちゃ流れたの。いっぱいこの曲が。うんこれじゃないけど昔のグランドホールとか DD とかめっちゃ流れた。うんうんうん DD よか。どういうことって思って。ほらこれ ER さんすって言ったよ。ユッキーナミッケ何やってるの。何ショールームやってるよ。ER さんす言ってるから。どこどこ。ほらあ奥で言ってるね、うん、なるほどね。置いてくなだって。じゃあ置かなくてみんながついてくる話ね。見て見て見てあのノイミーちゃんのやつ、うん、かわいいかわいいかわいいやっぱり下の目に消えてたよ。ちなみにかわっちいです。お前だろ今日の俺は本当に怖い。かわっちい見てたぞ。かわちミルテン買ってない。2つ掛け買いました。そう私はこの2つ買いました。 R してるのって何でででででであー分からんよ。分からんかも。メタサイファーのやつでしょ。大丈夫多分ね聞いたら絶対わかるから。あれ歌えないけどすごい早くしないやつでしょ、うん、ダメでも聞き取れるのがすごいんだよあれ。 LINE はあれでしょ。オチリンがいます。友達がいます。へあはい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 見たことある。これ何ファーストテイク。うんへーすごっ。絶対こんなの喋るん。えこの人がさクリスピークリーピーナッツがクリスピーナッツ、クリーピー、クリーピーナッツさんの片方でしょ。そう片方。もう一人もすごい人でしょ。DJ、DJ 松永もすごい。あ松永さんか。そうそう、そうそう。すごい。いやばいね。クリーピーってすげえんだよ。すごい二人ってこと？すごい二人なんだ。それソロでも活動しとるし、一緒にもやってるってこと？そう。えなんかなんていうん？ソロだったら別にあれなんだけど、うん、R してはラップしてるし、うん、あれ。DJ 松永が DJ してんだけど、うん、2人でやって音源作ってる。2人だったらラップなの。2人だったら音源作ってる。どういうこと。音源作ってる。歌手ではない。音あそうだもう歌手みたいなもん。アーティストなんて言っちゃう。歌手その、歌ったりだけじゃない。音源作ってんの。本へえ聞いたことない。クリーピーの歌って。えじゃあその2人が歌ってるってこと。うん、そうそうそう 歌ってんのは、うん、あれだよあれだよ R してだけど、うん、じゃあラップってこと。なんていうの DJ してるっていうかもうなんて言ったらいいのかな。えテレビ出てるの見たことあるよ。えそんな感じうち全然もう知らんけんもうね学んでます。あみんなごめん。ナイトフィーバーって何。梅田サイファー梅田ナイトフィーバーって書いてあるよ。フォローしてありがとう。あいた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 。こんな感じこんな感じ。ちょっと待ってこんな感じこんな感じ。こんな感じでさ DJ してて歌ってんだよ、うん、あるしての方が、うん、でこれ2人で音源作って。なるほどね。なるほどね。分かった分かった。そうかラップはあれか。じゃけん普段だったらフリスタイルとかなんかもうそ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 う。なるほどね。なるほどなるほど。最近ドジッコしたっけ。うちドジッコ下が下があのあれじゃがあの下が下があのさ、あの焼肉行った時に改札で、うん、携帯持ってるのに携帯ないって言いましたよ。これはみんなに言って言ったっけ。言った、うん、言った。でもうちも昨日同時なことしたんだよね。何したの。鍵閉まって、鍵閉めてあんのに、うん、一生懸命鍵開けようとした。かわいいドジッコ、かわいいドジッコだ。かわいいね。リトルトゥース。しかもさっきも危なかったしね、これ。倒しそうだったし。最近、だから最近ドジッコ。こうで毎日やるなんかしらやる気がするからね。あんま分かんないんですよね。覚えてないって感じ。かわちぃ もうみんな眠くなって寝ちゃったかな。配信見てくれてる人たちみんな寝ました。寝た人はーい。計算してないよ。
だいたぶん8割寝たね、たぶん。わわわ、今のが垢抜けた。え、嬉しい。どう思う？卒業する前で卒業した後、え、卒業する前で卒業した後垢抜けた。卒業してから髪は染めたけどね。だからじゃない。ああ、それは明るくなったかも。確かにね、顔は別に変わんなくない。多分そんな変わんないと。あ、でもちょっと前髪薄いか。え、それは変わってない。前髪の人は変わってない。卒業前と、うん、確かに。卒業、あ、確かに。それもうめっちゃ昔の、やばい時期な。もうゴリゴリ重かった。もうやばいよね。もうこれのね、10倍ぐらいあった。本当に、ね、ガチリアルガチ10倍ぐらいあったから。これめっちゃ面白いんです。何、寝ました？ガツジです。え、あと30分でケンケンさん誕生日だって。おお、すごい。2月28日ってすごいね。なんで？何の誕生日？あ、ウルウド氏じゃけんってこと？ん？え？違う違う。あれ、ウルウド氏は違うじゃん。違う違う、すごいギリギリだなって思った。あ、そういうことね。お尻の髪の毛、これ何色だって？グレー。髪の毛、なんか色落ちしました。これ色落ちして。髪の毛ちゃう。お尻の毛先はね、毛先か、頭皮は黒いんだけど、頭皮じゃないわ。頭頂部、こんな感じの色です。毛先は結構明るくなっちゃって。これ私の毛色、はい、これイエーイ。何です、これ。お尻的にどの辺からかまちゃんが抜けた？だって AKB 入って、うん、どんくらい経った時かな。うち分かる、自分で。で、分かるっていうか、変わり始めた自分のタイミングが分かる。え、まず入った時は前髪が重くてアウトだったけど、で入って、入って、あら、なん、いつの時だろう。もう1、2ヶ月ぐらいには前髪をこう取ってくるってやって減らし始めて。でも成人式のやつやってた時はまだやばい。あ、まだやばいか。あ、うん、まだやばかったか。まだやばい。いつだ。その後でも言うてそれ最近じゃないじゃん。え、でも言うと2020年の3月ぐらいから頑張り始めた。3年生になったぐらい。うん。ああ、確かに確かに確かに、うん、多分最初期の配信すごかった。それはやばい。その最初の時はさ、画面の横に仕方も分かんなかったけんさ。私、そう、髪の毛はね、あれですよ、あのオチリンは最近ずっとね、めっちゃ明るかったけど最近暗くなっちゃいました。魂レボリューション、プリンになっちゃったんで。え、染めに行かなきゃね。てか卒業式ってさ、ちゃんとできるん？結局できるって決まったもん。え、ってこと？あ、対面の話？うん。え、でも本当にそれさ、あれなん？なんかリモートでやる気なん？え、なんかさ、どっちなん？嘘なんかと思ってた。え、もう決まったん、リモートって。違う、まずさ、そもそもそんな話さ出とると思わんかったんだけど。なんか可能性があるのでみたいな言われとるよね。言われとるけど、うん、だってさ、別にさ、なんでもなくない？大丈夫だよね。え、だってさ、なんで？え、袴来た。てか袴をどう行かないわんな。そうだよ、行くに行こう。てか、いつさ、袴行く？いつ行く？え、でもさ、どうしよう、卒業発表の後の方がいいかな。一応ね、そうね、そうね。一応ね、怖いからね。うん、めっちゃおぼこかったって言われたんやけど。声を控えめだよね、やばいよね。こんな、ほん、いや、でも結構私は昔から喋ってたと思うんですけど。そう。ねえ、みんなよく最初から見てくれてたよね。いや、シジミでは最後まで言われてたけどね。何これ？です。なんだ、メドレーかよこれ。誰これ？ミヤス。あ、あのあれでしょ、イケメンだらけの高校だったらに出てる子でしょ？いや、それは知らん。あれナイトドクターに出てた子。あの深夜のもしもイケメンだらけの。いや、それ見てない。なんでナイトドクターで出てた子。汗ももが出たんじゃから見てよ。うん、ごめん、見てない。ナイトドクター出てたんとりあえず。あ、なる、そうだね。え、ナイトドクターうち見よったで。いや、あれだよ。どこに出てた？あのね、あれ、あの彼氏やな、ここのかかな、あのさ、岸くんの、あの妹の彼氏。え、これ知らなかったかな、この人、うん、あ、そうなんか、確か。え、記憶ないわ。そうだよ、何くんだったか忘れたけど。あ、でもいた。何くんの言い方すごい、なんかおかしいイントネーションだったな。そう、ツイートはね、あんましてないね、私基本インスタ動かしてます。あ、これ結構人気で。え、初めて見た。私大統領で流行り止まっとるもん。え、これあれで深田由美がね、うん、めっちゃ推してる音源で。うち大好き。あ、そうな。
ジョニーさん、くまちゃん、ありがとうございます。好きだもん、ありがとう。あんな女に、じゃあみんな、みんなあともう時間が残りちょっとだから、おちりちゃんに聞きたい質問コーナー第2弾、はい、どんどん質問して、みんな。ほらほら、これこれこれ、エッチエッチとか言って、セクシー、セクシー好きなんだよ、このおしりん。兄弟はいますか？はい、います。だそうです。初めて TikTok 見た。ガチ？めっちゃ、めっちゃやってんだよ。これ NG バージョン。キャッチフレーズありますか？だと、じゃあオチリンのキャッチフレーズ考えよう。考えて。じゃあみんな、みんななんかさ、オチリンのキャッチフレーズいいのない？一緒に考えよう。じゃあ考え、オチリンのキャッチフレーズ今日が決めて終わろう。すげえ終わり方。何がありますかね。これお尻でしょ。お尻、お尻と お尻のおしとお尻、お尻とお尻で顔ハート。お尻、お尻ポーズ。で、お尻で作ってほしいの。どん、あ、じゃあ卒業するの知ってる。もう負けない、弱虫父から卒業するの。うるさい。何やってんだから、お尻、お尻ポーズは使いたいわけよ。だから、お尻ポーズって、あー、そっか、でもリーさんになっちゃうもんね。なんかないかな。どんぶらこー、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 パッカーン、おしん登場。できたできた。ねえ、すごい恥ずかしいやつできてんじゃん。できたできたできた、やりたくねー。どうみんな、みんな、みんなどう。だから、どんぶらこー、どんぶらこー、あ、こんなところに桃が、せーの、パッカーン、おしり登場。すっげえ恥ずかしいんだけど。なんで桃太郎？いや、ちょ、お尻にした、どうしてもお尻にしたかったから。あ、そういうこと？そう。お尻やってみて。で、手ここにだけ出して。なんて言ってた？さっきは全然覚えてないんだけど。せーの、どんぶらこ、どんぶらこ、どんぶらこ。なんて言ったっけ？パッカーン、パッカーン。で、お尻じゃん、これが。ね、これが、そう、お尻、これがお尻ね。あ、ケツ、そうそうそう、ケツ。パッカーン、お尻に登場。うん、え、そう、以上。もっと、もっと声を5トーン上げて。チコってるわ、マジでこれ。え、でも、ね、ここでさ、でもちょっとファンの人とのコールレスポン、アンドレスポンスが欲しいわけ。だからそこどこにする？がパッ、あ、違うよ。なになに、勝ったよ。なになに、どんぶらこ、どんぶらこ、バカ、バカ、桃から出てきたのはおしりんって言ってもらえばいいんじゃん。いいじゃん、いい、こんな恥ずかしいの、この時間ぐらいの。だから桃から出てきたの、桃から出てきたのはで、だからみんながおしりんで、じゃあありがとうございますと、とプリプリおしりが自慢のおしりんこと、おしりんです。それプリになっちゃったやん。プリになっちゃっとるやん。桃みたいに素敵なお尻を持ったおしりんです。よろしくお願いします。ねえ、なんなんそのさ、おしり担当。おしり担当の、だからなんだろうな、ね、日本のおしり担当。日本のおしり担当は、だから今、ね、ほら、なんか学校名とか言いそうになったから、
そう危ないから、それは危ない、ね、危ないから、そうそうそう、しかもどうやってかっこを 言いそうになるんかがわからんの。だからなんとか私だったらチームメイトのなんとか担当とかあるやん。ああそういうことね、そう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 なになに、バイト今終わったってラストの子、え大変じゃん、ガチエグ、はい、じゃあ やってみようで、皆さんもだから、お尻って言ってくださいね、打ってくださいね、はい、お尻準備、はい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 、はい、せーの、どんぶらこどんぶらこパッカーン、桃から出てきたのはお尻はい、はい、ありがとうございますなんだっけその後え、日本のプリプリお尻担当、日本のプリプリお尻担当、おしりんことおしりんです、おしりんことおしりんです、イエーイおしりん、懐かしいなんやねんこれ本当に、なんなんでしょこの屈辱的な恥ずかしさ、イエーイイエーイ、素晴らしいね、もうこれで生きて、これでね社会に出た時に生きていけるよ。あ本当？で、ね、面接とかでやったら多分もう絶対落ちない。あよかったです、うん、よかったです、こんなこれをやるん、うん、すいませんキャッチコピーあるんですけどやっていいですかって、ね、なんか最後に何かありますかとかあるやん、キャッチコピーあるね、なんかそのなんか最後質問とかなんか言い残したことありますかみたいな、あすいませんちょっと、うん、自己紹介、あのイニシャル付けたいの自己紹介していいですか、大丈夫よろしいでしょうかって言ってどうぞって言ったら、はいじゃあ行きます、ドブラコドブラコ、先にじゃ あの私があの手をこうやってやったら、あのおしりんって言ってもらっていいですかから言った方がいいと思う。そう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 、うん、じゃあ面接官になる。じゃ最後に何かあの質問だとか言い残したことはございますか。あじゃあちょっと自己紹介してもよろしいでしょうか。はい、あはいどうぞ、ちまじどうぞ、はいありがとうございます、では自己紹介をしたいので、私がちょっと手を差し伸べたら、はい、手を差し伸べた、おしりんってちょっと言ってもらえると嬉しいです。大丈夫ですか。かしこまりました、はい、はい、では行きますね、どんぶらこどんぶらこパッカーン、桃から生まれたのはおしりん、はい、ありがとうございます、日本のプリプリおしり担当、おしりんことおしりんです、よろしくお願いします。あ以上になります。君採用なんだこの茶番恥ずかしいね、どんどん覚えていくのも嫌だわ。あ素晴らしいね、採用だよおしん大変な友達持ったね、だって本当にそうです、採用だ採用だよ出た46時間テレビ見てた落ちり落ちりじゃあおしり、私のキャッチフレーズやって、なんだっけ、じゃあぽいこと言ってみて、覚えてる手で、覚えてるレベルでやってみて、ちょっと待って何一つ思い出せないんだけどなんて言ってたっけ、あ晴れの国岡山から来ました、なんだっけななんだっけ、あ LINE グループの名前だよ、お尻違うそれは違う、それはきのちゃんの3人のグループ、ね、じゃなくてあの学科の何人かがいるグループ、ちょっと太陽のなんだっけ晴れの日岡山から来ました、あ太陽のようになりたい、あ太陽のようになりたい、ゆっきーな、はいありがとうございます、岡山県代表それは短いバージョン、なにこれチームメイト、グッドグッドしてポイント何それ私名前に関係がある、カワチユキナ、漢字に関係がある、カワチユキナ、志高くなんだっけ、志は高くなんかさ TikTok で乾杯のやつやん私は高く教えの愛情深くじゃなくてなんだっけ、志
なんだっけちょっと全然思い出せないんだけど。太陽のようにちょっと見て。太陽のようになりたい。ちょっと見て。太陽のようになりたいよだって。食ったらねな。太陽のようになりたいよじゃないよ。ちょっと違う。なんだっけ。太陽のなりなりなりなんだっけ。ちょっと待ってもう一回最初から行こう。おか晴れの国、はい、はい、晴れの国岡山から来ました、みんなの太陽になりたい、雪な雪な雪な、え、なんだっけ、で雪なってとかある、で何これ、だから名前の志でしょ、うん、志は高く志何、志、あ、志してます志高く、志高く、方言が入る、志高くも頑張る、頑張るじゃけえ志がん、あ、志高く頑張るけえ、皆さん、なんだっけ、おしおしおし、なんだっけ、なんだっけ、みわってる、みわってる、み志高く頑張るけえ、見といてやどこの方言どこの方言じゃあいい、じゃあそれ、そのバージョンでいこう、オッケーオッケー、じゃあうち口パクするねはい、晴れの国岡山から来ました、みんなの太陽になりたい、雪な、はい、ありがとうございます、なんだっけ、みんなのみんなの太陽になりたい、もう違う2回目違う、志は高くあ、いや、志高く頑張るので見といてや岡山県代表チームメイト岡山県代表釜地ゆきなです、よろしくお願いしますなんだこれ、見といてやじゃないの、何、見といてや、やばい、みー熱い、見てほしいなうん、ヒントくれ、見ないで、なんか何、みでしょ、うん、だからこれしてくれないと、見ないとダメじゃけ、おうし、それをもうちょっと方言にして、見ないと、で見ないとはもう違う、みおしおし、みあ、見て、うちこの顔真っ赤なのやばくない、みめっちゃほてってんだけど、み顔ボロボロになってきた、何、みうちがよく使う方言やけ、なんかダメだわって時に使うやつ、ダメやけ、ダメをもう変えちゃう、なんつってっけ、おへん、あ、見てくれんとおへん、あ、惜しい、あー、ちょっと違ったな、惜しい、その 見てくれんとのところも方言、みやんとおへん頑張れ頑張れ、 みーんとおへん、みー、じゃあ日本語に普通の標準語にすると見ててくれなきゃダメだよ、わかるんだよそれは、見てくれんと応援じゃねえの、うん、みとダメってことでしょ、じゃあ何々しなきゃダメってことでしょ、ヒントはニャーが入る、みとニャー、ニャーが入る、ニャーニャー、みとからのニャーニャーが入る、みとみとからのニャー、うん、でももう暴れすぎて、みとらんにゃおえん、あ、惜しい、惜しい、だから見ててくれなきゃダメだよね、みと、何、ミトラニャおやん、それは見とかないとダメだよ、じゃ見ててくれないとダメだ、見てて、ミト、ミトってくれにゃおやん、よ、あ、そう、正解あってるよ、おやんよ、うん、なんだっけ、よしよし、じゃあ早くいける、はい、せーの、はい、晴れの国岡山から来ました、みんなの太陽になりたい、ゆっきーなー、はい、ありがとうございます、
志高く頑張るので見となんで頑張るの志高く頑張るけん見となんて言ってて今見とってくれにゃおえんよおえんよおえんよはい、チーム8岡山県代表かまちゆきなです。よろしくお願いします。はい、セッションでした。おえんよ今日は使い慣れとらんけ、ね、おやばい、めっちゃめっちゃ使い慣れとらんけ、なんらんけなんしゃなんしゃないなしゃないんだよ。でもね、自分の方言混ざるんよ。うちもでもさ、めっちゃさ、めっちゃお尻の方使っちゃう時ある。わかっち映って、うん、でもちなんか洗顔なんとか洗顔なんとか洗顔なんとか洗顔私伝わらんからな、本当に洗顔とか言っちゃうもん、うちたまに。お尻言えてないね、だって大変よくできましただって、ありがとうございます。マジでもう顔が厚すぎる。もう52分よ、このお尻キャッチフレーズ言ったら。ね、やばいね、めっちゃ顔赤い。お尻よく頑張りました。あー面白かった。疲れたね、うん、お尻は何県でしょう。お尻何県だしょう、だしょうでしょうか。同じ県の人いますか。え、いるんじゃない。あ、いないな。ヒントはだけなんとか線画って言うの。お尻にエクボある。うん、できるかも。普通に2って当て、うん、あ、ある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 。うん、愛媛っぽい。だって愛媛、広島、鹿児島、あー、すげー近辺、福岡なんでその近辺。寒ぶりって何。お、正解寒ぶり正解寒ぶり正解だけど何違うあのね、どういうこと。違う、あの違う方のこれ意味がわからん。どういうこと。北海道じゃって、どういうことちょっと待って、ちゃんと打ってちょっと待って、喋って。はいはいはい、ちょっと覚えときますね。志高く頑張る県、多分、あ、なるほど、恥ずかしい、言い方恥ずかしいやん。山口だって。なんてね、読んでいくよ。あ、でももうね、あの寒ぶりでバレたよ。そう、おちりんの、せーの、出身は、せーの、富山ラビットジャンプ、ピョンさんの富山代表の、知らないから、あ、ね、私ね、あのね、ピョンさんのそのキャッチフレーズが、うん、でずっとあの待って、なんだっけピョンさんのキャッチフレーズなんだっけ、今日も自慢のラビットちゃんって、なんだっけどうするしたで、なんだっけ、あ、そうあのね、皆さんにきっと笑顔を届けるっちゃみたいな感じで言っとるたら、きっと笑顔だったんよ。それをほんまに最近知ったの。きっとって方言ってことやろ。きっとって方言使う。え、全然使わんよ。使うやつおるん。多分笑顔を届けるよっていうかと思ってん。違う、新鮮なってことだよ。あーね、え、ぴょんさんわかるよな。え、あれでしょ、橋本春奈さん、うんうん、そうあー、わかるよ、顔もわかるけど、うん、知りません、その僕なんじゃろはごめんなさい。え、おせりの方言おとなしくないよな、そんな。え、多分ね、敬語を喋るから、そう岡山もそう敬語を喋るとないけん、そうてかね、てかあれなん地元の人と喋っとったらマジでめっちゃ出る。わかる、ね、多分ね、ね、わからんけどでも自分では自覚ないからわからんけど。え、でもさ、なんか4年間経ったら消えた
ちょっと。え、消えたよ。だってうちなんとか言わんくなったもん。いや言っとる、それはまだ言っとるって。え、いや言わんよ、うち言っとるよ。え、いやいや、なんは言わんくなった覚えだけあるんだけどな。だってうち言わなくね、否定するとき、いや違くねって言うじゃん。前なん、昔なんて言ったっけ、1年生とか。え、だからなんって、じゃあ なんが否定の否定語な、単体否定語、それは聞いてないでしょ、うん、単体否定語な。あ、そういうこと。え、なんとかせ、なん、せんなーみたいな言わん。いや、それは言うけど、それは言う、それは言うけど、うん、なん単体ではもう使わなくなっ、使わなくなったよね。八番ラーメン好き、そうだって、なんでそのローカルなさ。ね、この人は多分ね、あの福井、あ、違う、富山だっけ、富山だっけ、富山だっけ、福井だっけ、どっちだっけな、忘れちゃった。そのなんか、まあ、ほ、何、北陸、北陸じゃない、何、うん、だから八番、8番。あ、福、そう、北で、福井だよね、合ってた合ってた、覚えてた。そうそうそう、ブラックラーメンって何、富山のご当地ラーメン、うん、え、なんで知ってるん。有名だから。え、そうなん。一応有名だよ。へー、美味しくないの。まずいラーメンできたよ。え、まずいラーメン、まずいの。まずい、何、一番好きじゃないです。どこで食べるの、いつ食べるの。いつ食べるか、うん、いつ食べるんだろう、別にいつ食べるとかもね。いや、ラーメン食いたいときに。え、だからラーメン食べに行こうよ。いいよ。いや、ラーメン食べに行こうよって前も聞いたけど。え、そうじゃけど、いいよ、うん、だ、行きたいもん。だって蒲地からさ、ラーメン食うさイメージないんだもん。食べるよ。え、うち高校生の時週1で食べよったっけ。知らん、高3受験期。知らんから、うち蒲地の高校時代のラーメン事情。え、じゃけど、で、だけど最近もう、だからもう1年間ぐらい食べてない。ラーメン、そう、ラーメン屋さんでラーメン、そう食べた、行きたいのに。だけどそれが学校がリモートとかになったっけんさ、前はなんか実験の、あ、何、終わったとか行きよったりしよったやん。そうそうそう、あ、待って、日付変わるって。じゃあそろそろ、違うの、おちりんが多分私の誘ってくれないの、ご飯行こうって。いや、誘わない、私の片思いなんです。誘う、誘う、ち基本誘わないから、人誘わないね。きのちゃんもうちが誘わないと、そのあれ、あれだから、きのちゃんから誘うから。 あ、そうなんや。きのちゃんが、うん、おしりん、いつ暇って。うちはいつバイトないよって言うから。そうなん、誘ってくれません。誘います。じゃあこ、もう、うん、3月からの目標ね。そう、あとめっちゃ返すの急に遅い。もうじゃあこれには事情があって。じゃあ、あのね、通知が多すぎ、減ってない。減ったでしょ、減ってるでしょ、300とか減ってるでしょ、頑張ってるから最近、うん、じゃあ、でも最近は違うんだよ、うん、こういうのとかもう、うん、もう分かるじゃん、うんうん、はい、うん、終わりってなる、うんうん、でこういうのとかね、こういうの分かる、こういうの、こういうの、こういうのとか、うん、大体分かるじゃん、うんうん、ああ、見ちゃったけど。どう見、うちの中で、ね、でも溜まりすぎだよ、溜まりすぎだね。え、そうだから、まあ、もうだから、だったらもううちおしりんちに行った方が早いんじゃないかと思って。あ、なんだろうね、それいいよ、突撃されれば、突撃はいい、うん、突撃さればさんけど、突撃はいい、いいよ。暇だったらいける、ふっからだから。ほんと、行きます、家いる、いないんかい。いると思うよ。で、あ、待って、59分だ。やばい、待って。やばいやばい。待って、じゃあ待って。だから今、じゃあ、ケンケンさんが誕生日になったから一緒に歌おう。うん。ケンケンさんって。ケンケンさんね。うん。ケンケンさんって言えばいい？あ、なったよ、なった。そうそう。せーの。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデー、ディアケンケンさん。ハッピーバースデイトゥーユー、おめでとうございます。はい、じゃん、じゃじゃじゃん、はい、おめでとうございます。2月28日お誕生日ですね。イエーイ。ってことで、じゃあランキングを読みたいと思います。まあ後で誰か伝えといて、みんな寝てたら。よし、行きます。もういなくなっちゃった、あららら、残念だ。いきます。13位、太陽のライザさん、カラオケ最高、ありがとうございます。12位、 N さん、アットメ、ありがとうございます。で、今ランキング変わった。13位、ケランチョさん、ありがとうございます。10位、ミヤヒーさん、アット雪の推、ありがとうございます。9位、サンタ花道さん、あとお二人様お疲れです、だって、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ツッチーさん、あと
ナニファムアットスノはフッカタンですだって。うちの友達と一緒です。ありがとうございます。7位ジョニーさん、ありがとうございます。はーい。6位かっちゃんさん、ありがとうございます。5位よしさん、ありがとうございます。5位とか4位に数字が。4位ごめん先生さん、ありがとうございます。3位ゆういちろうさん、あと自慢の推しおだいなさん、ありがとうございます。2位松ぼっくりさん、あとおしりんゆっきーなと付き合う架け橋になって、だって、ん、おしりん、おしりんゆっきーなと付き合う架け橋になって、あ、うちがキューピッドになればいい。そうそうそう、いいですよ。だそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。1位ナオさん、あと雪の今日、ありがとうございます。日本語の弱さが出た今。マジで理解できなかった。難しい、確かに難しい。ってなった。ということで皆さん、あの本当2時間半もありがとうございました。早く寝て、明日 月曜日じゃん。そうだよ、うち、ね、明日がまだにザーッと卒論終わらせてやってんの。うち明日学校行かなきゃいけないんだ。うちも学校行く。呼び出してくらったんだけど。マジ、うん、10時半に来てください。え、実験、知らない、絶対やりたくねえ。ということで皆さんありがとうございました。またね、またあの配信するとき言います。配信、はい、パッカーン。パッカーン気に入ってるやん。パッカーンが気になった。バイバイ。バイバイ。